はーい、皆さんおはようございます。ラッピー石橋です。今日は即席マジックナンバー33、お札とコインをお楽しみください。このマジックはですね、私がマジックを勉強している時に結城友さんというプロのマジシャンがやってくれまして、ぜひこれは覚えたいなと思った即席マジックのクイーンではないかと私は思います。それでは早速始めます。まあ暑くなるとこのようなですね、タオル地のハンカチがいいですね。これを使います。そして10円硬貨を4枚、このように4箇所に置きました。そして千円札を使います。でちょっとバックしましょうかね。はい、置きましたよね、千円札。もしこの千円札をこのように置きますと、10円硬貨が2枚隠れて2枚しか見えません。そしてこちらの方をこのように隠すと、後ろの10円硬貨が見えてますね、2枚。はい、でこのようにすると斜めです。左側の2枚ですよね。はい、で今から始めますからね。こちらの10円硬貨をこちらからこう入れていきますね。音がしましたね。おお、通り抜けてます。はい、こちらの10円硬貨をやはりこちらの方から入れますね。音がしてますね。3枚移動してます。最後ですね、こちらの10円硬貨よく見ててください。えいっと1234枚瞬間移動しました。はい、私の感動した即席マジックでした。ありがとうございました。笑顔の花咲くマジック教室魔法塾、遊びに来てください。